高級料亭会合はもう不要。政治家は時代に追いついていない。政治家が高級料亭で集まる会合は、現代の日本にとって時代遅れで無駄だと考えます。今や多くのビジネスや重要な意思決定は、オンラインやリモートで行われるのが一般的です。高級料亭のような場所での会食に依存せずとも、十分に信頼関係を築き、効果的なコミュニケーションを図る方法があるからです。企業の取締役会や国際会議、さらには政府間の重要な交渉までがリモートで行われる時代です。これらの場では、無駄な費用や移動時間を削減し、効率的な意思決定が行われています。一方で、政治家が未だに高級料亭での会合を続けることは、現代の要請に反していると言えるでしょう。政治の世界も、この変化に対応し、より効率的で透明性のある方法を採用すべきだと思います。あなたはどう感じますか？